沢村塾のことです、こちらの動画ではですね、こちらの清水秀夫先生の非売品の刺繍があるんですけど、こちらの中からですね、清水先生の許可を得まして、この刺繍を読み上げていくと、ね、いう動画を撮影します。で、その刺繍の中からですね、この動画を見ている方、あなたがですね、現状打破、ね、となれば非常に嬉しいなということで、動画を撮影します。はい、では早速いきます。ナンバーワンでありがとう、この刺繍を読んでいきたいと思います。はい、ではいきます。何でもいいからナンバーワンになってみよう。早起き一番、幸せ一番、笑顔一番、勇気一番、親切一番、健康一番、成長一番、学業一番、食欲一番、挨拶一番、元気一番、信用一番、愛情一番、評判一番、出世一番、成績一番、信頼一番、積極一番、忍耐一番、友情一番、辛抱一番、根気一番、素直一番、ラッキー一番、まだまだあるある一番いっぱい、何でもいいからプラスで積極的で明るいことで一番になってみよう。その自信と信念と勇気がきっとあなたをますます素晴らしい人間にしてくれます。でもナンバーワンになった時、ここまで私を盛り立ててくれて皆さんありがとうという気持ちも忘れないようにね、という刺繍です。こちらですね、私最初読んだ時にね、非常に、感動したんですけど、とにかく一番ですね、小さくてもいいから、ね、小さくてもいいから、どんなことでもね、どんなちっこいことでもいいから一番になるというですね、これがやっぱり、自信を持つと、ね、いうのが、いう土台になってくると思います。僕もですね、なんていうんですかね、まあ、親父のね、教育が非常に厳しかったんで、とにかく一番取れと、ね、いうことで育ってきました。もうとにかくね、カズマで帰ってくるな、みたいな、ね、感じで育ったんで、まあ、負けすぎないになっちゃったんですけどね、おかげでね。まあ、それはそれとしていいと思うんですけど、とにかく一番になるということなんですね。一番最初に僕が一番になったのは、そうですね、クックですかね、カズマのクック、小学校2年生の時にね、九九、陰一が一、二が二、二三が三ってやつですよ。ね、そちらの方も、覚えさせられたと思うんですけどね。まあ、それとにかくもう早く覚えたいということでね。まあ、僕はずっと年がら年中九九の練習をしてましてね。確かクラスで一番早かったと思います。ね、で、そういうのをですね、あとは逆上がりか。あと逆上がりとかね、そういった、ものもクラスで一番だったんですね。しましたね。それで小さい一番ですね。小さい一番。それを持つことによってね、あ、俺がやればできるんだと、ね、いう心が芽生えますから、ね、それによって、他のことにもチャレンジする勇気を湧くと、ね、いうことなんで、ね、何でもいいから小さな一番取ってね、やってみてください。まあ、例えば簿記だったらですね、まあ、未知数で一番取るとかね、そういうのでもいいと思います、ね、まあ、教室に入るの一番早くしようとかね、まあ、そういうのでもいいと思います、ね、そういった小さな一番、それを持つことによって自信になりますから、ね、それが合格に結びついていくと、ね、いう形になると思います。はい、ぜひ一番、なんとか一番、ね、目指して頑張ってください。はい、では以上です。最後までありがとうございました。